はい、こんにちは、つちょこです。クエストね、どんどん今やってる最中ですが、YQ グルメグランプリというやつがあって、夜の7時にね、桜ビジネスガーデンに行って、のりちゃんに会いました。で、なんか、グランプリがね、始まったみたいなんで、ちょっと録画開始したいと思います。お皆さんお待たせしました。YQ グルメグランプリ、ついに開催。客少ね。YQ グルメとは痩せるグルメ、至高のダイエット料理が決定します。それでは審査員の紹介です。まずはおなじみドリアン佐藤さん。イエーイ、 YQ グルメとダンシングで一気にスリムになろうぞベイベー。続いてママさん代表、熊島製作所の熊島まわさよさん。あ、熊のお母さんやねこれ。ゴロちゃん見てるかい。ゴロちゃんってもしかしてクマのことですかね。最後は小学生代表、特別に2名の子が審査してくれます。のりちゃんとつちのこくんのさくら第一小学校コンビです。頑張ります。痩せるわよ。食べて痩せたいふくよかさんが大集合。それではいよいよグランプリ開始。客が身内しかおらんやないか。まずは最初の出場者、フラワーロードの中華料理店太陽軒。あいやー、 YQ グルメも中華が一番ね。激辛激痩せヘルシー麻婆ある。麻婆豆腐ね、僕も大好きです。 It's healthy and spicy。 チャイニーズ料理に8ポイントだぜ。うん、家ではこの味出せないよ。9点あげちゃおうかしねえ。おっと、最初からなかなかの高得点。さあ、土の子くん、これはうまい、10点。最後はのりちゃん、果たして何点でしょうか。のりちゃん、点数つけて。はい、気を取り直して次の出場者、カレーハウスナマステです。ナマステ、野菜ゴロゴロカレーをどうぞ。な、お肉とかないよ。スパイスもいっぱいね。いただきます。キャロット&ほうれん草グー、これは9ポイントあげちゃうぜ。なにこれ、いいじゃない、10点。あとでレシピ教えてちょうだいよ。お、早くも太陽圏大ピンチ。さて、ツチノコくんは、野菜はちょっと、6点。おっと厳しい、これは接戦か。最後にのりちゃんの点数は、のりちゃん点数ほかわり、もう一杯。あのねのりちゃん、審査だからね、食べ物のおかわりは。何言ってんの、カレーは飲み物でしょ。のりちゃん食べ過ぎじゃない。ウィスパー、これってもしかして、お、妖怪が取り付いてるね。いやいや、容器なんてちっとも感じませんよ。妖怪取り付いてない。それからも YQ グルメが出てくるたびにのりちゃんはおかわりを続け、 YQ グルメグランプリは大波乱の後に幕を閉じたのだった。そして栄えある優勝は中華料理太陽軒。しかし、どの料理よりも有名になったのはのりちゃんの豪快な食べっぷりだったとさ。ふう、美味しかったわね。カレーも麻婆も最高にヘルシーで、ついついたくさん食べちゃった。それに優勝は残しちゃったけど、野菜ラーメンもお寿司も良かったわ。まあ全部美味しかったけど、なんで俺審査員なんかやったんだろう。クマとかも見に来てるし、っていうかクマしか見に来てなかったよね。もう身内しか見てなかった。いいじゃない、土の子くんも一緒に情報収集してくれたんだもの。ほとんど土の子くんだった気がしますけどね。でものりちゃん、いくら審査員やったからってさ、ちょっと食べ過ぎたんじゃない。これじゃあ、何言ってんの、 YQ グルメは痩せるグルメよ。痩せるグルメをたくさん食べたら、
激痩せ間違いなしでしょ。そうかな。さて痩せるわよ。はい、のりちゃんはねもう 100% 痩せないね。これはね、食べて痩せようとかね、そういう考えしてる人絶対痩せないから。はい、ボーナスチャンス。お、モテモテが打って、風民が、はい、当たりです。ショーケーケンジ生、はい、こんな感じでね。あ、なんか話すかな、同じだね。それじゃあまた、クエストねどんどんやっていこうと思います。よかったらねチャンネル登録してみてください。つちのこでした。